ムーズ川上のジャンブ橋。背後に、城塞、ナミュールは、ベルギーのアロン地域、ナミュール州の都市。町は、アルデンヌを横切る、東西、南北の交易ルートの中継地として、ケルト時代から人が定住していた。古代ローマ人も、ユリウス・カイサルが、地元のアドアト貴族を打ちまかした後に定住した。ナミュールは、中世初期に、日本の川が交わる場所の、町を見下ろす。 岩の県外上にメロビング町の城が築かれてから有名になった。10世紀に町単体として県となった。ナミウール博がムーズ川北岸にのみ町を建て、南岸はリエージュ数奇教の所領であったために町は幾分不揃いに発展した。そしてジャンブの町もさらにゆっくりと発展した。1262年、ナミウールはフランドル博の手に落ち、 1421年に、ブルゴーニュ公フィリップによって買い上げられた。1640年代に入ってナミュールは、スペイン領ネーデルラントの一部となり、城塞が強化された。しかし、大同盟戦争で、フランス王類14世は1692年に、侵入し町を攻略、フランスへ併合した。彼の軍事技術者、ボーバンが要塞を再建した。フランス支配は、 短期で終わり、それからわずか3年後の1695年にオランニエ貢献イングランド王ウィリアム三世によって奪われた。1715年のユトレヒト条約以前の1709年の和平でオランダ共和国はナミュールの要塞権を獲得した。しかし、町を支配したのはオーストリアのハプスブルク家で要塞はオランダ管理下にあった。 彼らの共同保有のもと再び再建がされた。フランス革命後、1794年にフランスが再進行した。ナミュールは再度フランスに併合され、革命政府の政治が押し付けられた。1815年にナポレオンが敗退した後、ウィーン会議で現在のベルギーはオランダ王国の一部となった。1830年にオランダからの分離独立を求め、 ベルギー独立革命が勃発、その時もナミュールは重要な要塞の町として新たな政権の支配下に置かれた。要塞は1887年に再び再建された。第一次世界大戦中の1914年、フランスへたるルートとしてムーズ谷を通過できる。ナミュールはベルギーへ侵攻したドイツ軍の標的であった。事実上難航不落であると言われていたにもかかわらず、 わずか3日で要塞は陥落し、町はドイツ軍に占領された。それでも第二次世界大戦中よりまだマシであった。1940年のアルデンヌの戦い、1944年のバルジの戦いでは前線地帯となった。町はどちらの戦闘でもひどい被害を受けた。1977年までナミウールはベルギー軍落下産部隊の本拠地であった。 ナミュールは、ワロン工業地帯の重要な商業、産業中心地である。機械生産、製活業、製鉄や磁気生産がなされている。ブルッセルとルクセンブルク市をつなぐ南北の鉄道の中継点、また、リールとリエージュを結ぶ東西の鉄道の中継点である。ありがとうございます。